私の2番目に〇〇なものを告白。イエーイ。一体何をするのかというとですね、うん、3人のうち1人に2番目に〇〇なものは何ですかというお題が出されますので、質問された人の回答と他2人の回答が合えば見事正解というクイズです。2人のうちどちらかが正解したら作品紹介ができます。2人とも正解しなかった場合は作品紹介ができませんので、力を合わせて頑張りましょう。え、全くという、全くです。一言も、一言もダメ。絶対？絶対。だって2番目って意外と難しいよ。でも私ら言うても長い付き合いだからさ。そう、まあね、確かに。だって分かるんですけど、1番目に好きなものはもう何でも知ってるし、確かに1番目はね、そうそうそう、好きなものはね。2番目って確かに話し合ったことないもんね。まあそうだね、2番目に好きなものは何って聞かないもんね、別にね。でもあれだよ、その2人のうちどちらか1人だけでも合ってれば大丈夫だから。あ、そうか、なんだ、じゃあ簡単だ。突然余裕になっちゃった。じゃあ確率は 50% 的なやつだ。うん、50%じゃないか、 50% じゃないけど、出せばきっと乗り切れますよ。うんうん、大丈夫大丈夫。まずはですね、うん、2人に、はい、私天宮の2番目に〇〇なものを当ててもらいたいと思います。よし、よかろうよかろう。お題はこちらです。私の2番目に好きな色。色か。じゃあシンキングタイムスタート。まあね、1番はもう言わないですよ。これでも分かるように、もう身にまとってますから、見ていただければ分かるんですけれども、ね、いつも身にまとってますから。天宮はですね、青が大好きなんですね。だいたいいつも青を着ていて、そうそう、青着てないと心配されるくらい普段から青を着ているんですけれども、そうそうそう。でも2番目に好きな色は、でも絶対ちょっと話したことある。あ、本当？でも、うん、分かると思うよ。ね、分かりそうな、ま、まるまるブルーみたいなやつじゃない？ブルーの系統とかじゃない？結構聞くね。一番好きなのはさ、ロイヤルブルーって聞いたことがあるんだけど、なんかなんだろう、わかんない、ライトブルーとかなんかコバルトブルーみたいなことではないよね。青からはちゃんと離れてる。青からね、離れてるのね。そこは大丈夫。待って、でもね、多分ね、分かると思うよ。分かりそう。私はちゃんと自分の回答を書きますね。難しい。でもね、よく着てるのは、そう、そうなんだよね。よくそう、限られてるから。そう、青以外で着てるのはこれかな。いや、これは絶対簡単。一問目は簡単だと思います。確かに優しいかも。おお、そう。待って、漢字じゃなくて、ひらがなにした。漢字でいいんだよ。ひらがな。ちょ、危ない橋は渡らないこと。そんなに、そんな色で難しい漢字ある？漢字ある？何を書いたんだ。はい。ちょっと不安だったの。じゃ。2人とも大丈夫ですか？大丈夫。じゃあ、せーのでパネルを出してください。せーの、オープン。ドカーン。黒。2人とも揃った。同じ答えですね。じゃあさ、一択になったよ。正解じゃない。本当だ、分かれないと。本当だ、これは本当だね。違う色を選んだら、もう作品紹介はもう一言も、一言もできません。あのね、紺か白かでも迷ったんだよね。あ、まあね。でも白ではないと思うの。白じゃない。白はね、3番目ぐらいだと思うんだよね。でも紺か黒かで迷ったの。でもなんか白は色としては、でも絶対黒だと思うんだけど。うん、私もね、黒だと思う。じゃあ2人ともそれなりに確信を持って、割と自信ある。なるほど。じゃあ、私が正解を発表したいと思いますが、正解はじゃん、黒。やったー。ということでですね、2人とも見事当ててくれました。